皆さんはこんばんちはです、パパスです。今日は ADSR60 ノアさんのですね、前回ライニングちょっと見えてるんですけど、ライニングしてきたんですけど、今日はカップですね、はい、やっていきたいと思います。お願いします。でもしライニング編見られてなくて今からライニングされる方はそっちから見てください。はい、これ今ライニングの格好を同時にしよう思ったけど、はい、まずこういうホースをするやつで軽く止めてもらって、はい、で軽く止めたらどうなるか言ったら、うん、ライニング外してもビロッと出てけへん、うん、あれを止めとけへんかったら、うん、ライニング外したと同時にこれが片一方だけ出たりとかするから、はい、まあ、清掃はしてんけど、うんうん、ここに、まあ、ブレーキオイルが垂れるやろうっていう、うん、ようにしてもらう、はい、ほそこにゴムのキャップがあって、はい、あります。でゴムのキャップを外したら遠見に、うん、これね、はい、これをとりあえず緩めるね。緩める、はい、緩めてもらったら、はい、ここからビヨッとこう空気が入るから、はい、こいつが抜けたら抜けました。ここベロドロドロッとな、はい、こうなろうか、うん、こうなる、はい、この中見えてるスプリングが、うん、はい、スプリングがあるから、スプリング取ってもらって、うん、はい、で中はめちゃくちゃ綺麗や、うん、ピカピカだね、うん、でピカピカ、こうサビがある時は2000番ぐらいで、はい、こう指にちょっと巻きつけるようにして、はい、ブロブロブロ、はい、ほうじくる感じかな。縦に一箇所だけ削った感じ、はい、輪っかがあの変形するから、はい、ちゃんとこうくるっとね、円状に、はい、ブレーキオイルは、まあ、ボディにつけたら塗装剥がれるから、はい、清掃してください。で今ポタポタちょっとオイルが出てきてるやんか、うん、だからさっきのか、うん、さっきのオイルが漏れへんようにちょっとずつな、うん、閉める。これまだ出てるやろ。うん、出てる。今閉めてます、社長。まだまだです。あ、だいぶポタポタなった、うんうん、これで止まってるから、はい、でこれをしとくことによってあのブレーキオイルがなくなれへんから、うん、エア抜きの時に早く抜ける、うん、そういうことですね、うん、ずわーっと垂らしてしまうと、うん、ABS のアクチュエーターにエアが噛んだりとか、うん、なんか体格変のかなかんかったりとかなんか手間が、うん、ここで省けるっちゃう、はい、で全部終わったら次、で右は右、左は左で、はい、あの分けててもらって、はい、こいつを外すねんけど、うん、ここが結構そうするからプラスチックのヘラとかがあったら一番ええんだよね。はあ、ちょっと、うん、持って本体にこじんようにして、はい、でこのまま当てずに、うん、よし、抜けたらね、はあ、うん、だからここに、はい、筋とかはいけへん、はい、いけない、うん、いけへん、綺麗なまま、で、あのカップのこの、はい、こう入んねんけど、うん、な、こっちはこう入んねんけど、うん、みんな逆かなと思うんだけど、うん、この開いてる方あり、はい、うんうん、開いてる方が内っか、うん、内になるよ、はい、でこのカップのこいつがこう入んねんけど、うんうん、こうですね、こう入った時は、はい、
めちゃくちゃスコッと入るから、スコッと入った中でこうじわじわじわってこう入れてもエアがあったら戻ってくるっていうね、はい、スプリングのそういう感じにする。きついのが正解。そうそうそう、きついのが正解。まあブレーキ専用のラバーグリスとか、はい、うん、ワコーズのこのシリコン専用のやつとか、はい、これはもう入れるときはこういう感じ、うんうんうん、おお、でこのシリンダル出てるかどうかを確かめて、こう見てね、あんまりもう出が悪かったら、はい、サイズが小さいとか、うん、ちょっと見てみて、逆さにして繰り返して、はい、でここに、はいはい、こう入れたらまた引っかかるから、うん、両方よいしょ、うん、こっち側から、うん、こう入れたらここで引っかかってまた落ちるから、うん、で初めにグリスにとったらもう塗らんでいいかな、はい、逆さにしたら汚れ、うん、ここにたっぷり入れ込んで、うん、こういう感じ。スプリングは適当に入れてもちゃんと入るようになってるからね、わざわざこっちとここの入れなあかんっていう、そんなことはないわ、はい、中見えへんもんな、うん、思ってた、うんと思って、で、はい、ここにまた他にも、うん、ラバーグリスな、しっかり両側から、うん、で、うん、ちょっと小指入るから、はい、小指でこうやって段差がついてる場合は、はい、このシリンダー変えなくて、はい、でまあこっち斜めになってるから、はい、こっちから、はい、スプリングが落ちやすいから、はい、さっきまあこれをギュッと、うん、入れたら止まると、うん、ちょっと入りにくいよこれ、うん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 、これが正解で入れたら、はい、こういう感じで持って、はい、これだよ、はい、でスプリング入れて、はい、な、はい、こんな見えへんやんか入れるとき、見えへんな、うん、だからもう勝手にちょこっと入ってくれるから、こういう感じな、この針のある方ね、カット、うん、グリスか、あグリスやな、うん、こういう感じな。でこのまま溝に入れて戻す、うん、持っといたら勝手に反対側も入る、出てきた、はい、入るからね、はい、でここで、はい、ここブレーキのライニングが入るようにこれです、縦にしてもらって、はい、はい、これが縦ね、溝が、うん、はい、で、まあ、できれば、はい、うん、グッと、うん、縮めてでもうて後ろを締めてもうたら、一応ホースあそこで止めてるから、はい、ストローの原理と一緒でな、こっちってやったら水出てこへんやつね、そうそうそう、上が、はい、それと一緒、うん、まあ、ブレーキライニングはまあ入れやすいっていう、うん、こっちやったらこっちでできてとかそのあるやんか、うん、まあ、そんなんがちょっと軽減されるっていう、はい、で両方、はい、したら、まあ、あれ2個いんねんけど、うん、片側ずつこっちライニングを組んで、はい、外して、はい、でその間、まあ、オイル上がりにくいけど、はい、反対側も締めて、うん、交互にね、うん、わざわざエア抜きまでせんでんけど、はい、うん、交互にやってもらったら、はい、その垂れてけえへんもエアが上がりにくいから、そういうことね、うん、では今からエア抜きしていきたいと思います。とりあえず、はい、まあ満タン、はい、みんなこのここに入れるやつ持ってんねんけどね、うん、まあ待って分だけでこう減っていくって出ねんけど、はい、まあこれでサビちゃんがとりあえず踏んでもらう、はい、そうですね、こいつは、うん、もうバルブがついてるから、はい、逆流しない、うんうん、先の、うん、この裏の見えてるかな、うん、ところに
差し込んで、はい、で緩まして、おい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 、緩ましたら、はい、あのあれですね、うん、赤いのこいつを取ってたやつを外す、うん、外す、はい、うん、これでさきちゃんが踏んでくれたら、踏み方は、うん、もう何回もずっと踏んでくれたいで、うん、オッケー、うん、もうそれでまあ締める時は、はい、ちょっと踏んでる途中に踏み切るまでに、まあ、締めた方がいいねんけど、はい、まあ、これでまあエア抜きはオッケー、うん、オッケー、はい、まあ、あとはまあブレーキオイルも全部変えるから、はい、今回はまあこれぐらいのだからさまあそこのピンで挟んどけば、はい、そういうことになれへん、いっぱい踏まんでいいんですね、そうそうそう、まだ3回踏んでとかもないとか、うん、もうその垂らしまくってする必要がないっていうね、足ちぎれそう、うん、ね、でまあ抜き終わったら締めてもらって、はい、だからこれはもうこういう感じでこれで止まってる状態やから、いい、ね、はい、そのダブランでもいいし、すごいわ、うん、これ便利、そうそうそう、昔、はい、こんなんなかったからな、うん、みんな3回踏んでとか何回も踏んでって踏みっぱなしとか、そう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 、で抜いて、うん、また緩めて踏んで、そうそうそう、これで今とりあえずやるのが、はい、 OK でーす、であとは、はい、フロントカップが空であったら、そうですね、はい、フルのところまで入れて、はい、フロントバットが半分やったら、うん、ちょっと半分ぐらいにしといた方がいいし、はい、そうですね、これで満タンに入れてしまうと、うん、変えた時に、うん、フロントバットがなくなった時に、はい、オイルのランプがつけるの、あ、そっちもあるんか、うん、では後で調整して、はい、要はね、うん、はい、今日はこんな感じでカップとエア抜きしていったんですけれども、これは結構一連流れてライニングのね、別動画でライニングの取り外し、組み替え、組み付けで、その間に今回のカップで、ライニングまで組み付けた後にエア抜きの動画でっていう順番で、ちょっとややこしいんですけど、皆さん作業の参考にそんな順番 であとな、ライニングのやつは、はい、初めに外し方がちょっと難しくやってるから、はい、組み付け方まで見てからやってくれた、そうです、ね、その通りに外してたら、まあ、はい、簡単に外れるな、オッケーです、皆さんもよかったら先ほど参考に見てください、お願いします、ではいいねとチャンネル登録お願いします、他の動画も見てね、バイバーイ。